おはようございます。ようずりスタッフの木本です。森田なつきです。今日はですね、和歌山県、おかっぱりからエギンゴをやりたいと思います。はい、今日はね、この新しいエギを使ってね、アオリカを狙っていきたいと思うんですけど、はい、ちょっと風は強いんですけどね、頑張っていきたいと思いますので、はい、頑張ります。よろしくお願いします。さなちゃん、まず1投目いけー。なっちゃん、今日もね、風強いんで、あのエギが浮き気味になるので、しっかりちょっと沈めてやらないとエギが浮いてくるんで、しっかりこのエギをこう沈めるっていうのを頭に置きながら。なっちゃん、まあ一応朝一やから、同じとこ何回も掘るんじゃなしに、こっち掘ったらこうこうこうみたいな感じで。浅いジナちゃん釣れましたね。これ新しいエギね。そうですよね。ニューアオリキュ。このカラーがいいって聞いたんですね。これね、昔からある、桜、マーブル桜鯛っていうね、もうこれをもう定番中の定番のカラーを今回新しいエギに入れましたので、浅いナイスですね。このエギで釣れました。なっちゃん、こういうね、風の強い時はね、エギキャストの時は低い弾道で意識して、山なりになるとこう流されていくんで、低い弾道で飛ばすようにしてもらうといいと思います。こう横から風吹いてきてる時はできるだけキャストしたらすぐラインを水面に落としてやって、エギと自分とこう直線的にしてやると、次のしゃくりがエギがちゃんと動くようになるんで、できるだけキャストしたらすぐにリールを巻いて、エギと自分をまっすぐにするような感じで。一応朝一このね、濁り状マスターね、ちょっとハイアピールのカラーでやってたんですけど、ちょっとね、太陽も出てきて光量も出てきたんで、一応カラーはモンスターマスター、ケイムラのカラーですね。ちょっとこれで行ってみたいと思います。ここはですね、ちょっとこのシャローエリアになって周りにシモリがあるんで、ちょっとシモリの周りをこの新しいエギで打ってみたいと思います。こういうシャロー場にいてるね、朝のアオリイカなんかはいれば食うので、どん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 新しいところをキャストしながら狙っていく感じでするといいと思いますね。こういう浅いところはあんまりボトムを気にせんでもいいと思うので、あんまりね、ボトムまで沈めすぎると根がかりするのでね。あとはね、こういうね、自走とかでするときね、このやっぱりリーダーのね、こういうところが今度釣れたときにね、やっぱりラインブレークにつながるので、やっぱりこういう磯でするときはこのリーダーよくチェックして、もしこう傷がいってるようでしたら、やっぱり結び替えることが大事なんで、そこはまめにチェックしてくださいね。あとこういう場所に立った時に、水面の状況を見てもらって、こういう潮目が入ってきた時は結構チャンスな時があるので、こういう潮目に向かってキャストする。
もう今風るんだね。来ましたよ。今ねラインがスーッと走りました。このね一瞬風の緩んだタイミングで、いいよいいよ。いいよいいよ。やりー、風の緩んだタイミングでスッとラインが入る。これねかかり方もね、かかり方で絶対バレないかかり方。ちょっとねこれね、あの斑点が丸で、これはアオリイカはメスになるんですけど、これもちょっとねリリースしたいと思います。あ、行きましたね。とね、僕これリールはノーマルギア使ってるんですけど、まあ基本ワンピッチジャーク、これでねしっかりエギは動いてくれるように設定してあるので、難しいこと考えることなく、こうワンピッチジャークしっかりこう動かしてやると、もうエギも簡単に動いてくれるので、1回シャクると同時にリールを1回転、これの繰り返しですね。ワンピッチジャーク、これを基本に覚えてもらえれば、そこからね、ここに自分のしゃくり方なんかをねやっていってもらったらいいんですけど、基本ワンピッチジャークでやってもらうとエギはしっかり泳ぐので、それでやってもらうといいと思います。であと大きくね、大きくシャクルワンピッチジャーク、ね、エギがこう大きく跳ね上がるように動かすのもアオリイカに対してすごいアピールになるので、ゆっくりシャクルワンピッチジャークもあれば、大きくシャクルワンピッチジャークもあるので、それはその時の状況に合わせてどちらの方が反応がいいのか、それを見極めながらねやってもらうとアオリイカの強化も上がってくるので、今使ってるメインの PE が、X8 のプロエギング 0.65 を使ってるんですけど、こういうね風の強い時なんかね、このライン自体にねちょっとコーティングがされてあるので、水なじみがすごいいいんですよね。だからこういう風の強い日なんかはすごい使いやすいラインになってるんでね、これ使っていただくと超過アップにもつながりますんで、ぜひぜひ使っていただきたいですね。あとまあね、コーティングされてる分根ずれにも強いんでね、磯にはもう本当にもってこいな P ラインになってますね。今ねこういう風のね横風のある時なんかはね、ちょっと今竿で当たり取るっていうよりも、ちょっと映るかな、ラインがちょっとこう描いてるんですけど、今僕はラインで当たりを待ってるっていう感じです。今ねサーチのダブルグロアトル入り、結構ハイアピール、これで試してみます。やっぱり先当たりでした。よし、よいしょ、はい、やりました。今ねちょっとこう沖からしゃくってきて、手前でね一回ちょっと当たりあって、あれと思ってちょっと乗らなかったんでね、すぐに沈めてやると
また改めて乗ってくるので、当たりあって乗らなかった時はすぐにフォールさせてくださいね。そしたらこうやって乗ってくることがあるので、なかなか秋にしてはいいサイズ。サーチのダブルグロー、ラトル入り、マーブル入って、ハイアピールの入りです。一応まあ釣りに夢中になってるとね、このカンナにね、ちょっとまあこういうウィードとかついたりしたらね、もうこれ必ず、もう必ずですね、もうこれがついてるとね、もうアオリイカが乗ってくるその確率はもうぐんと下がるので、もう乗ってこないって言ってもいいぐらいですよね。もうこういう風にね、ちょっとでももう何かついてるとね、この作業はもう必ずしてください。じゃないとね、もうせっかくアオリイカがね、このエギを見つけて追いかけてきててもね、もうカンナにゴミついてるだけで絶対もう乗ってこないって言ってもいいぐらいです。もう必ずカンナはね、いつも綺麗な状態でチェックしながらエギングをしてくださいね。もう必ずここはチェックです。まあこれ、まあシャローに餌を取りに来てるやつやね、はい、うん、もうエギ見たらバンって飛んできましたね。すぐさま来たんですか。はい、そこをゲットされるのさすがです。ニューアオリー級モンスターマスター、モンスターマスター、はい、そのカラーが今いいんですね。うん、これ今まあね、太陽出てて、ケイムラちょっと効いてるような感じします。おめでとうございます。ありがとうございます。イエーイ。ちょっと今朝一釣ったきりまだ取れてないので、うそやだ、私の釣らんでくださいよ、もうウッキーさん、私のやつ、それお疲れ様でした。楽しかったですね。そうですね、ちょっとね、昼ぐらいからちょっと風が吹いてきたんでね、もうちょっと釣りの方はね、もうエギングはちょっと難しくなってきたのでね、はい、もう終わろうとは思うんですけど、今日はね、これで朝一ね、はい、朝一マーブル桜台で釣ってきました、はい、そうですね、はい、でまあ僕はね、こうポイントについて、まだフレッシュのイカが多い時はね、こういうラトル入り、サーチのダブルグロー、こういうハイアピールのカラーで攻めて、音が鳴るんですね。そうですね、ハイアピールの形で釣って、でまあ太陽が出てきてね、ちょっとね、カステの方が低くなってきた時にはね、こういうモンスターマスターマーブル桜台、この辺のカラーで釣れましたんでね、まあ、カラーもいろいろたくさんあるんでね、はい、その時の状況に合わせて使っていただければいいと思います。はい、はい、今日はどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今回ね、大活躍してくれた、ヨーズリーから出るね、新商品、これニューアオリー Q、 これね、一応動画でもね、説明させてもらった通りね、ワンピッチジャークでね、誰でも簡単に動かすようにセッティングはされています。これね、本当にね、フリーフォールでもね、イカが抱きやすい姿勢でね、フォールしていくのでね、初心者からね、エキスパートの方にね、使っていただけるエギになってます。でさらにですね、これラウンドフックね、ラウンドトリックフックになってるんですけど、これイカがかかったらね、すごいね、こうバレにくい形状になってるのでね、かかった後こう安心してやり取りができるね、このフックの形状になってます。あとですね、なんとこのエギ30色のカラーがね、今度出る予定になってます。なのでね、まあ状況に合わせて30色あるのでね、選びたい放題選べるので、ぜひぜひこのニューアオリキを使ってみてください。